東北急行バス株式会社は、東京都に本社を置く、東武鉄道系、朝日一同社グループのバス会社である。本社事業所は、東京営業所の所在する東京都江東区市ののめに、あり、宮城県仙台市にも営業所を構える。なお、陶器場の本店である、墨田区押上げを本社としている。元は、沿線事業者の共同出資で、社名の通り、 東京と東北地方を結ぶ長距離バスを運行していたが、2002年の東部資本への一本化沖に方向が全く異なる近畿、中国方面への路線を開設しており、現在は東部グループにおける長距離高速バス事業者の位置づけとなっている。ママカリライナーは、両備内ホールディングス側の移行により、東北急行バス側の予約チャンネルは電話予約以外、利用できない。 ネット予約は、両村内ホールディングスの、両村内高速バス予約サイトのみとなる。仙台営業所東部グループの他のバス事業者と、同様に、日野自動車、いすず自動車製の車両が主力である。かつては、ボルボアステローペーも保有していた。カラーリングは、クリーム色をベースに創価に、紺色の帯を巻き、細い赤帯が加わる。2000年頃までは、帯が、 紺色ではなく赤だった。側面の社名表記は、土北エクスプレスとなっているが、旧デザインでは、エクスプレスと北となっていた。2015年に東部グループ国際中央交通から移籍した車両が、貸切り車在籍時代以来となる、東部グループ共通カラーのままで投入されており、2017年頃より投入された新車からは、正式に東部グループ共通塗装にて運行されている。 現在の車両過去の車両、ありがとうございます。